どうも、ゆめゆめです。大晦日ですね。今年は3期の考察動画、いろいろお付き合いいただきありがとうございました。来年も考察やらくだらない脱線やらやっていきますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、サイコパスシリーズ本編の画像から、それがいつの場面なのかを当てようっていうクイズです。まあ、おこたでみかん片手のんびり見て過去作を思い出したりね、見返すきっかけにしていただければ幸いです。今回は全部で10問、選択肢から正解を選んでいってください。で、画像をお見せしてシンキングタイムは10秒ご用意します。ではまあ1問目いってみましょうか。第1問、鴻上さんにもドミネーターを握っていた時期がありました。さてこれはいつのものでしょうか。1、誘い込まれた狩りの末に仙宮寺を追い詰めて撃ったシーン。2、一騎三羽のドローン暴走事件の際に実行犯である金原を撃ったシーン。3、スプーキーブーギーのオフ会に潜入した際に紛れていた潜在犯たちを撃つシーン。4、追い詰めたヘルメット装着者にコピーされた自分のサイコパスを撃つシーン。さてさてどれでしょうか。はい、シンキングタイムスタート。はい、終了。まあ簡単でしたよね。この場面有名ですし、正解は4の一期14までのコピーされた自分のサイコパスを打つシーンでした。この時の犯罪係数は282ですね。ついぶち殺してやるとか思ってとか言ってますしね。もう少し悪化してたらエリミネーターが起動するレベルだったというヤバいシーンでしたね。では次、2問目。メガネを捨てたポニテギノさん、リリーシーですよね。いや、こんな味噌汁になりたいもんですよ。さてそんなギノさんの場面で問題です。1、SS ケース1にてロージャンを倒した後のシーン。2、劇場版で鴻上さんにスタームルガーを渡し、アカネちゃんに余計な重荷を背負わせるなっていうシーン。3、2期で暴走ドローンたちをデコンポーザーで処理しまくってる時のシーン。4、劇場版でポニテにして何が悪いって不機嫌になるシーン。さてどれでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了です。正解は2の劇場版でルダガンダを倒した後、鴻上さんにスタームルガーを返して殴るシーンですね。ダブルアクションです。まあ簡単でしたよね。では次、3問目。かがり君といえば料理ですね。めちゃくちゃ美味しそうな料理を量産し飯テロかましてきた彼ですが、逆に彼が食べているシーンです。ではこのシーンは何でしょうか。1、あかねちゃんにご飯を振る舞った時のいい食べっぷりのシーン。2、3はドローン工場で操作の合間のご飯タイム。3、ケース2での九州出張の時のお昼ご飯のワンシーン。4、あかねちゃんの歓迎会でのご飯タイム。さてどれでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了。まあ簡単でしたよね。正解は2の3はドローン工場でのお昼ご飯タイムでした。この後ストレスの吐け口にされた金原をね、鴻上さんが助けましたよね。はい、次へ参ります。4問目。弥生さんといえばカップ麺ですよね。彼女の食事シーンは基本カップ麺です。ではこの場面いつのお食事タイムでしょうか。1、標本事件の話してる時のご飯タイム。2、牧島の麺が割れた後のご飯タイム。3、2期での捜査中における一時のご飯タイム。4、劇場版で分析室で鴻上さんについて話してる時のご飯タイム。はい、シンキングタイムスタート。はい、終了です。はい、ダミー回答を作るのが大変なくらい簡単でしたね。正解は1の1期6話、標本事件の話してる時のご飯タイムでしたね。プラスティネーション加工された死体見ながら食べてる中、シオンさんにもっと情熱的なのが好みっていうイチャコラ合いの手入れられたシーンですね。シオンさん、弥生さん、カップガチ勢の方は即答でしたよね。では次、5問目。3期が毎週放送されるたびに Twitter にはタグサイコパスアンダーバーアニメでの投稿が溢れサジェストされてましたよね。その際、TL の上のところにね、あかねちゃんの画像出てたと思うんですけども、その画像からの問題です。1、病室で負傷した鴻上さんと背中越しに話してるシーン。2、劇場版でのあかねちゃんの着替えシーンの一コマ。3、牧島のモンタージュを作るためにメモリースクープを受ける直前のシーン。4、2期でのカムイとの最終決戦の前のワンシーン。さてさてこの場面の正解どれでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了です。正解は3の1期13話、メモリースクープの直前のシーンですね。牧島を捕まえるためだったら執行官になっても構わないっていう決意を語るシーンでした。結果見事モンタージュに成功し、牧島逮捕にぐっと近づいたわけですね。では次、6問目。
正岡さんは一係の頼れるおっさんであり、とっつぁんでした。その姿には時折気遣うがゆえに厳しく指導してくれたりもします。そんな正岡さんからこの場面で問題です。では1、ギノさんと相変わらず喧嘩の後経験則からの厳しくも愛のある一言を放ったシーン。2、調子に乗る係くんは茶化しながらもたしなめるシーン。3、突っ走る鴻上さんにそれを応援しながらも周りのことを考えた言葉を話すシーン。4、茜ちゃんとのペア出動にて正岡さんだけで全て解決してしまった中、自分の存在意義を尋ねる茜ちゃんに対して答えるシーン。さてどれでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了です。まあダミー回答が下手くそなんですぐ分かりましたよね。正解は4の1期2話、茜ちゃんを監視官はお飾りの飼い主でいた方がお互いウィンウィンだっていうシーンですね。まあ新米の茜ちゃんにいきなり潜在犯を手足のように飼いならせって方が無茶な話ですよね。正岡さんの言わんとすることも分からんでもないってとこですが、まあ茜ちゃんの方はっていう感じです。はい、では次参ります。7問目。加瀬局長、まあ今は細ろぎですか。どっちにしろその実態はシビラですよね。でそのシビラさんから問題です。このシーンどの場面でしょうか。1、あかねちゃんに対しマキシマを確実に連行しろって葉っぱをかけるシーン。2、確保したマキシマに加瀬とはシビラの外部端末である、僕らは世間ではシビラシステムと呼ばれていると話すシーン。3、ドミネーターでマキシマが騒げないっていうギノさんに対して圧迫面接をするシーン。4、2期であかねちゃんにカムイは確実に処分するように命令するシーン。はい、どれが正解でしょうか。シンキングタイムスタート。はい、以上です。正解は2、1期17話にて牧島にシビラとはカゼとは何なのか話すシーンからの一コマでした。このシーン好きなんですよね。初めて見た時、世間では僕らのことをシビラシステムと呼んでいるってセリフがとんでもなく恐ろしく聞こえたもんです。しかもよりによってその正体を真っ先に知るのが敵であるマキシマっていうね。おかげで傀儡として刑事課はマキシマ確保に使われてしまったわけですが、まあ次の問題いきますね。8問目。懐かしの一期メンズが事件捜査してます。4人で何か覗き込んでますね。さてこの場面いつでしょうか。1、失踪した家主の家を調査中に床に傷を見つけみんなで覗き込んでるシーン。2、放送学園にて王寮理香子の絵をみんなで覗き込んでるシーン。3、ヘルメット装着者が女性を殴り殺した事件でみんなで死体を見分してるシーン。4、牧島が殺した果物の死体をみんなで見分してるシーン。さてこれはいつのものでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了です。正解は1の1期4話のソファーをどけた床に見つけた傷をみんなで覗き込んでるシーンでしたね。アバターを乗っ取る事件の時、のっぺらぼうの御堂くんの事件でしたね。では次行きましょう。9問目。シオンさんといえば薄暗い分析室でタバコ加えながらキーボードを叩いてる印象が強いですが、この場面いつのものか分かりますか。1、劇場版で茜ちゃんから連絡を受け憲兵隊のサイコパスを再計測するシーン。2、2期でドローンのフォローを解除するのにいろいろやってる中でのワンシーン。3、1期14話、私おだてられる時にも登るタイプなのよねって言って容疑者を調べるシーン。4、SSKS1 にて八坂のメッセージを解析してるシーン。さてこれどれでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了です。正解はね、3の鴻上さんの気づきからシオンさんを情報分析の女神様っておだてて調べてもらう時のシーンですね。のです、簡単でしたよね。では次行きましょうか。はい、ではラスト10問目。この人たち刑事さんですからね、上司の監視官やら多省庁の官僚やら式典やら何かと敬礼することもあるでしょう。さてそんな中でこの場面、どの作品で誰に敬礼してるシーンでしょうか。1、現場に到着するなり先行隊に対して敬礼してる場面。2、劇場版ラストで処分されて憲兵隊から任務を引き継いだ後任の人らへ日本へ帰る前に敬礼してる場面。3、 SSKS2 にて国防軍の基地にやってきた際に軍人に対して敬礼してる場面。4、2期にて残りの任務を3係に引き継ぐ際に敬礼しているという場面。さてどれでしょうか。シンキングタイムスタート。終了です。
まあ簡単でしたね。正解は2の劇場版ラストでの敬礼でした。考察動画とかでも何回か使ってるカットですね。この後のエンディング、名前のない怪物がかっこいいですよね。まとめパンチと、まあクイズやってみましたけど、皆さん何問正解できてましたでしょうか。まあだいぶ簡単だと思います。はい、てかもう見覚えのあるカットばっかりでしょ。お時間あればね、このカット使われてる話数とか見返していただけるとね、また新しい発見楽しみがあるかと思います。ご覧になってもらって分かる通り、ダミー回答がどれも微妙に下手ですよね。とりあえず三が日の間は一応つける予定ではあるんですが、選択肢もね、話数とサブタイだけにするかもしれません。難易度的にちょっと簡単すぎるんでね、やっぱいらねえわって思った方がかなりいた場合、取っ払う予定です。まあその方が私も楽ですからね。こんな感じのゆるい画像クイズをね、1月3日まで毎日上げていきますんで、おこたでみかん食べながらでも解いてくださいな。ではご視聴ありがとうございました。お相手はゆめゆめでした。失礼します。